皆さんこんにちは、メガバスプロスタッフの黒田健一です。もうすでに朝で暑いんですけど、今日はですね灼熱の旧吉野川に来てます。でまだまだこれから夏本番で暑い日続くんですけど、ですねメガバスの方はもう秋から冬に向けたアイテムをリリースするために動き出してます。で今回ですねいくつかプロトタイプの最終モデルを僕はちょっとね旧吉野川でテストしたいってことで持ち込んでますので、それをちょっとね基本的な使い方と、あと、まあ、フィールドごと条件ごとのね使い分け方なんかを解説できたらなと思ってますので、暑いですけど一日頑張ってみます。よろしくお願いします。今回紹介させていただくのはですねオロチバズラトルバイパージュニアですね。で、従来 のラトルバイパーのダウンサイジングモデルなんですけど、専用設計してただ小さくしたっていうだけじゃないっていうのがこのバズウェイトになります。でまあ、実際今からフィールドで使っていってみようと思います。まず基本バズベイトなんですけど、まずやっぱり基本は朝夕っていうの皆さん多分イメージ強いと思うんですけど、やっぱり僕もそれは一つのベースとしてあります。ただトップウォーターで数ある中でやっぱりこういった今引いてきたテトラとか、こういった足が生えてるところ、あとオーバーハングになってる立ち木であったりとか、そういったところってどうしてもねやっぱりトリプルフックがついてるトップウォーターっていうのはどうしてもやっぱりどんだけうまく投げてってもやっぱ根がかりとか絡んだりとかっていうトラブルがねどうしても多いっていうのは皆さんもそうだと思うんですよ。でやっぱそういうところでバズベイトっていうのはまず一つ使えるっていうのがあります。でもう一個はまあ他のルアーにないとない部分としてはやっぱりこのペラの水しぶきと飛沫と音っていうのがやっぱりねバズベイトじゃないとスイッチが入らないっていうのは絶対あると思うんですよ。でもっと言っていくとバズベイトの中にもいくつか種類があって、ペラが小さいタイプもあれば大きいタイプもあるし、このねラトルバイパーシリーズみたくここにブラスの玉がついてるんですけど、こことペラが、干渉してスクラッチして音が出るタイプ、僕ね結構音が出るタイプとまあメガバスでいうと V4 バズみたいなソフトなバズ、僕ね V4 バズは、クワセのバズベイトっていうような感じでねよくいろんなところでお話しさせていただいてるんですけど、その逆でねラトルバイパーなんかの音が出るタイプっていうのは威嚇のバズベイトというか、まあ怒らせるというか、やっぱりものすごくね勘に触るのか、それかものすごく捕食行動にスイッチが入るのか、ちょっとそこは魚に聞いてみないと分かんないんですけど、やっぱりねそれが効くっていう状況があるんですね。で僕ね普段そういったスクラッチが音がするっていうのではラトルパイパーのオリジナルモデルの方、もうすでに発売になっているモデルの方を今までよく使ってきたんですけど、まあ、今回このねスモールサイズになったことによって何が変わったのか、まあただ単にね全てのサイズが小さくなったっていうよりは、まずねものすごくペラが小さいです。でペラが小さいことによってものすごくねソフトなプレゼンテーションができるっていうのがあります。いろんなスモールバズベイトがある中で、まあ、こいつ、まあ、一番の特徴というか、まあ、最大僕が一番特徴的だなと思ってるのが、他のバズベイトに比べてねヘッドが意外と重たいです。バズベイト的に使えるんですけど、ヘッドがものすごく重たいので重心があるので、ね、キャストフィールがすごくいいです。もっとね本当は小さいバズベイトってベイトタックルではねちょっと投げづらかったりとか、投げたくなかったりするとか投げれなかったりっていうルアーもあると思うんですけど、こいつはトレーラーつけなくてもベイトタックルで、しかもベイトフィネスとかまでいかなくても普通のベイトタックルで引いてくることができるっていうのはやっぱり一つの強みですね。意外とねこういう日中にほんのちょっとのねシェードですね、まあシャローできるだけやっぱまあ水面に魚が近い方がいいんで、まあ具体的に言うとさっきね流してきたテトラの本当に一番内側のシェードになってる
ちょっとした水たまりって言ったら変ですけど、水がそこまで動かないけど、全部がシェードになってる穴の中とか、あとはもうそういった本当にカバーの裏側とか、そういったところってやっぱりね、バスが1匹分しか入れなかったりするんですけど、絶対にね隠れてたりするんですよ、ああいう裏とか。そういうところをねやっぱね引いてこれる。でまあこれはオリジナルサイズにも共通していることなんですけど、ものすごくねフックがねクランクしてついてるんですよ。で結構多いのがブラックバスかね、まあバズベイトにバイトしようと思って前に回ってこう加え込んでくれるっていうことは意外と稀で、こう引っ張ってきてる方向に後ろからこうやって引っ張られてきたら、後ろからついてきてこのスカートの部分だけをシュポッっていうのが意外と多いんですよね。なので意外と口の中にこうなっててペラだけこう出てるとかっていう、皆さんフッキングなんかが結構多いと思うんですけど、そういった時にねやっぱりこのオフセットして角度がすごく急についてるっていうのは、ほんのちょっと先ほど言ってたように日中とかでやっぱりそんなに食いたくはないけど、このブラスのねスクラッチ音でまあいっちゃえと思ってスイッチが入っちゃった魚がここだけパフって加えた時に、この大きくてサイズの割には大きいフックでこの角度がついてるフックがついてるってことで、ものすごく本当にちょっとつまんだだけで確実にかけることができるっていうのはものすごく一つ大きな特徴です。で具体的なバズベイトのアクションのさせ方というか使い方なんですけど、基本的には今ねこうやって見ていただいたら分かる通り、バズベイトは巻いてきたらそのまま飛沫を上げながらアクションしてくれます。なので基本はやっぱりただ巻きです。でまあただいくつか肝というか重要な部分あるんですけど、まずね先ほど言ってたようにやっぱりトップウォータープラグを使いたいけれども引けないようなところ、カバーがあったりストラクチャーがあったりでちょっと引くと根掛かりのリスクがあるなっていうような場所を引いてくることが多くなるんですが、そういったねストラクチャーに常にねやっぱりねタイトにキャストするっていうのはなかなか難しかったりします。なのでキャストしてロッドワークでねこう左右に振ってあげる、でできるだけ物にタイトに狙ってる物に対してタイトに通せるように、まずロッドワークでリトリーブコースを変えてあげるっていうのが一つ、これすごく重要というか、まあこれは基本中の基本ではあるんですけど、これを行っていくことによってものすごくバズベイトっていうルアーが、より効果的になってきます。僕はね極力長いロッド、ロングロッドを使うようにしてます。というのもやっぱりねショートロッドよりもロングロッドの方がトレースコースっていうのを竿が長いんで変化させることができるので、やっぱり長いロッドの方が、そういった風にタイトに通すっていう意味では非常に有利になります。バズベイトをね安定して泳がせるための一個コツがあるんですけど、まずねいくつかあるんですが、キャストしてすぐ巻き始める。で最初はやっぱり竿を立て気味で近づいてくるによって近づいてくることによってちょっとずつロッドを下げていく角度がね、やっぱり遠くだったらロッド立ててないと水面まで浮いてこないんですけど、近くに来ると今度水を噛まなくなっちゃうんで、最初は立て気味でこうシェードとか通してきて、でちょっとずつ下げてきて、でゴミとかもこういうところね結構多くて、ペンシルベイトとかトップウォーターとかだったペンシルベイトとかポッパーとかだとね拾っちゃうんですけど、バズベイトだったらこうやってずーっと手前にあるゴミを拾わずに来るので、ものすごくストレスフリーで使うことができるっていうのがやっぱり特徴ですね。よいしょ。キャストして立て気味で、今もね木乗り越えてきてちょっとずつちょっとずつ下げてくる、この
繰り返しですね。